深草さん、メッセージありがとうございます。今日の動画も2分ぐらいでまとめられててね、とっても良かったと思います。そうなんですよ、 Wi-Fi の電波の関係で長い動画がアップロードできない方が逆にですね、話がまとまっててなんかポン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 やり取りができていい部分もあるんですよね。私インドネシアからねライブ放送するとものすごく重いんで、あ、短くしなくちゃとかね結構考えたもんだったんですけども、いろんなね地域で Wi-Fi の状況ありますんで、アップロードのこととかね、これからも手間がかかる部分があると思いますけども、送っていただければ幸いでございます。さあ、それでね、ここから、このね、深草さんの動画から一つの学びがあります。それは、MT4 のね、使い方がわからないんで、まあ、問い合わせたり調べたりしてるんですよってことがありましたけども、ここがすごく大事なんですよ。実はですね、私の方に質問いただいても、私もお答えしますけども、多分それよりも早いのは、YouTube 検索したり、Google 検索して、わからないところを、Google とか YouTube に聞いてみるっていう方法、もしくはですね、サポートセンターの方に連絡するとすぐに答えてくれるんですよ、24時間。本当にね、この辺あの FX のその使い方がものすごく楽になったのは、サポートがどこの会社も整ってきたってことにあるんですよね。そういうふうな大きい発見を今回深草さんの動画から読み取ることができました。この動画をご覧の皆様もインターネットをやっててね、なんかわからないところとかあると思うんですよ。もちろん私に聞いていただいても全然構いませんけども、でもですね、検索してみた方が早いことって結構ありますんで、まず一回わからないことを検索する、どんな言葉で検索するのかってことを考えてみる、このプロセスをやっぱり使ってみると検索がねどんどん得意になって自分で解決できるっていう力がつくんではないかなと思います。で、動画の最後にちょっと深草さんに質問なんですけども、実は私ね最近この漫画をまた読み始めたんですけども、そのまあ、マイアミとかね、アメリカの方では漫画ってのはどういう扱いなのかな、アニメーションとかね、多分子供たちが見るものっていう扱いなんだっていうふうに聞いたことがあるんですけども、実際そうなのかなとかね、例えばアメリカマイアミでね日本のやってるポケモンみたいなのが放送されてるのかなとかね、セーラームーンの再放送があるのかなとか、銀河鉄道スリーナインとかあるのかなとか、ちょっと気になっちゃったんで聞いてみたいかなと思います。すいません、つまんないことだったんですけども、マイアミの文化を知るためにこういうのもね皆さん興味があると思いますんで、よろしくお願いします。それでは失礼します。